こうやって両手でこうやってこうやって押し込んでいく。大体こう切れ目がこう回してもいい。こうやってほら回しながらで。はい、本日2個目これです。経過自信をつけていく。そうという話ね。自信経過自信と結果自信っていうのがあると思うよ。うん、自信ってあるじゃん。うん、あの何でも自信つけていかんと、うん、自信がないとどうなるかね。自信がないとちょっと震えたり、うん、ビビったりマイナスに考えたりするよね。うん、自分できるんかなとか、うん、ね、僕できるんかなとか、うん、うん、自信って言ったらそのどうやったらつくか、うん、ってことなんや。うん、それが結果自信と過程自信、うん、経過自信、うん、過程だったり経過だったり、うん、なんだけど、うん、結果自信って言ったらどんなことだと思う？え、何かやってから、そう、1位取ったら、え、俺も1位取ったんだって自信とかね、うん、その優勝したから自信がつくとか、うん、100点取ったから自信がつくとかっていうのが結果自信だ。うんうん、でもそうじゃない人ってどうやって自信つけていくんだったら、みんながみんなが100点取れるか、みんなが優勝できるかっていったらそうじゃないじゃん。うん、だったら自信どうやったらつけるかってことよね。うん、毎日コツコツやって、うん、毎日コツコツ、俺はいっぱい練習してきたんだっていう、それ自信、この間やったやつよね。うん、それが毎日コツコツっていうのが結局はそれが家庭自信になっていくよね。うん、それが全部つながって、うん、やった経過、うん、結果じゃなくて家庭の時点でもう自信がついてるよ。うん、でそれが自分の自信になっていって、うん、結局それが結果自信につながっていく。うんうん、そういうことです。でみんな結果ばっかりにこだわるんだけど、結局は最初経過とか過程の自信をまずつけていかんと。うん、という話よね。うん、はい、以上です。以上です。以上です。